はいどうもボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。今回で186回目でございます。今回いただきますのは札幌ビールから出ております札幌男梅サワー追いレモン冬の旨味でございます。こちらのがアルコール 7% 果汁 2% となっております。男梅サワーからですね、冬限定になるんですかね、オイレモン冬の旨味というのが出ました。夏も出たと思うんですけども、夏のなんか 1.2 倍ぐらい梅とかレモンの浸積水を使ってますというような表現です。なので、私は夏あんまり美味しくなかったと思ったような記憶があるんですけども、今回はどうなんでしょうかというところでございます。はい、もう早速これはもう飲んで確かめましょう。はい、ワンハンドで開きましたんでいただいてみたいと思います。あー、男梅サワー今回もやらかしましたね。これはダメですね。正直ダメです。これは男梅サワーの良さはこの男梅のこの梅の味がしっかりと前面に出るというのが一番いいと思うんですよ。追いレモンは別に構いやしないんですけども、追いレモンも主張しすぎるんで梅とレモンがぶつかってまともな味に感じないという、これはちょっと失敗ですよね。やっぱり男梅って言っている以上やっぱり男梅をしっかりと主張していただきたいというのが私の本心でございます。はい、ちょっとですねやっぱりレモンが強すぎるかなと、わざわざ強くしたのも裏面で出るという、ちょっとこれはおすすめしづらいです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。